はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は難関校の、算数、筑波大附属の、駒場中学校のね、これね、分配算って言ってるんだけど、これ今日分配算でも何でもありません。これね、ちょっと今日は括弧1だけやって、明日括弧2やりますんで、これあまり気にしないでください。まず読んで理解するっていう問題。じゃあいきます。 A 駅と B 駅の間にある踏切、を A 駅行きの電車が5分おき、 B 駅行きの電車は6分おきに通ります。電車が通るたびに踏切は閉まり、その間 A 駅行きの電車が通るときは A の表示、 B 駅行きの電車が通るときは B の表示がそれぞれ一定の時間出ます。8時から8時30分までの30分間に A と B のどちらか一方だけが出ていた時間は全部で10分37秒。両方表示が出ていた時間は全部で1分34秒でした。この時1本の電車によって A や B が表示されている時間が同じ時、その時間はホニャ秒です。ね、さあ、問題読みながらもう一回ね、解いちゃいましょう。なるほどね、電車が通った時に踏切で A の表示が出る、 B の表示が出る、電車が通ってる間ね。でその時の、時間がそれぞれ A も B も表示されてる時間が同じ時、その時間何秒か、ね、じゃあもう一回これですね、やってみます。 A 駅と B 駅がA 駅行きは5分おきに、B 駅行きは、ね、その踏切を A 駅行きね、こうね、A 駅行きは5分おき、 B 駅行きは6分おきに通る。電車が通るたび踏切は閉まっている。カン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 。その間 A 駅行きの電車は通るときには A の表示が出る。 B 駅行きの通るときには B の表示が出ている。で一定時間、それぞれ一定の時間出る。で8時から8時30分までの間の30分間に A と B のどちらか一方が表示されていた時間は10分37秒、ね、10分37秒、ね、A だけか B だけ、そして A と B が両方同時に通ってる時ね、ね、それは、1分34秒、両方は A も B も表示されている。つまり A も B も、ね、通過している時ね、踏切をね。でこの時にさ、まずね、 A だけ B だけ、この表示の時間は何秒かってことなんだね。で、まず A 駅行きは5分おきですから、8時30分までね、30分間に、30÷5 ですから6回通るわけです。A 駅行きはここを踏切を6回通ります。そして B 駅行きは6分おきですから、30÷6の5回通ります。5回ってことは、この踏切に11回通るわけです。でその上で A だけ通ってる時にと B だけ通ってる時の時間は10分37秒で、両方通ってる時は1分34秒ですから、ね、全部で、ね、何秒この表示があるかっていうと、これ延べだね、1分34秒と A も1分34秒 B も1分34秒の、表示されてるってことですから、ね、これ1分34秒っていうのは94秒です。
94秒で両方とも表示されているのでね、 94×2 の延べ184秒表示されているわけです。で A また B は1個だけで10分34秒ですから、10分600秒ですから、600足す37秒の637秒です。たらこれを足して11で割ればいいよね、これね。だから637足す184割る11は何かおかしいな。94×2、これ188だね、これね。188、すいません、188。だから637足す188割る11、これも188、5 3 8。さあ835割る11は7。また間違ってる。何が間違ってるの？こうでしょ。あ、これ2か。すいませんね。ボケてきちゃって。825。825割る11。77で5を5。だから5だね。75。だから1回の表示は、75秒 A の表示が来て電車がこういうふうに通って、ね、B もね、次回2番ね、次回2番、次回 2番は次番、次回にします、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでしましょう。